兵庫県は今日、海岸の保全に支障があるとして、座礁しているクレーン台船を強制的に撤去する行政代執行に着手しました。ただいまから、行政代執行法第2条の規定に基づき、行政代執行を実施します。行政代執行が行われたのは、南淡路市灘白崎の海岸に座礁しているクレーン台船です。高さおよそ50メートルのこの台船は、おととし5月に大阪港を出てタイに向かう途中に天候不良のため座礁しました。その後、県が所有者のタイの造船会社に対して撤去の勧告や命令を行ってきましたが、応じなかったということで、放置が続くと海岸の保全に支障を及ぼす恐れがあることから代執行に踏み切りました。今日は県の職員などおよそ40人が船の中に入り、写真を撮るなどして状態を確認していました。台風の時期に若干沖へ移動するというような事態も起こっておりますので、このまま放置すると海岸の保全施設であったり、県道の道路の通行の支障が及ぶ恐れがありますので、本日行政代執行の開始に至ったということでございます。台船の撤去は12月まで行われ、撤去にかかる費用およそ1億8000万円はタイの会社に請求するということです。